マノッチです。よろしくお願いします。サクサクセスで160キロピッチャーを作りたいという動画でございます。いやー、なんか今回のサクセスさ、3つともなんかまともっぽい感じだよね。なんかそのエジプトがどうのとかさ、そういう変化球がなさそうな感じで、なんかどれも青春できそうな感じで楽しそうなんだよね。とりあえずサクサクセス、はい、久々だな、やるのな。いいんじゃない佐々木、ちょうどいいよ。160キロ投げれるよ、ピッチャー。じゃあ好きな球団ロッテにしとこうぜ。はい、はい、さあ160キロ作れるかな。てか俺アイテムも何も持ち込んでないけどいいのかな。持ち込んでなくてもできそう。あんまりやらないから分かんない。肉シャッフルつっか。あのプロ触れたいな。いいえ、いやいいね。もうここら辺でよし、セカンドステージ突入だ。今んとこ作れる気してないからやっぱあのプロには行きたいね。いいよいいよ。とりあえずおにぎりですね。これはでかい。いいね。でも別に俺160キロさ投げれれば何でもいいから、赤とく何持ってようかそこはあんま気にしないから、これ止まっとこう。はい、ハテナ止まるか。いいことあるかな。いいね。はいはい、結構順調な気する。宝箱発見。え、あの赤い人誰？赤い人気になるね。赤い人行きたい。はい。ケチくせえな。もうちょっと上げてくれよ、球速。15キロぐらい上げてくれてもいいのに。まっすぐ上に上がってきますか。あ、待って、ここ球速いっぱいある。何、いいね、いきそうだ。本当にいきそうだぞ。150キロ、いや160キロ。じゃあハテナマス止まりますか。いい、このダウンが怖いけど行こう。スタミナいらない、大丈夫。はい、今んとこいい感じ。マジでいきそうな気する。これさ、なんかステージ6とかあるよね。アイテム持ってかないとできないやっけ。どういこうかな。あのお宝目指したいな。あ、お宝の左上にあるさ、あのなんか電球マーク、何何の効果があるんだろう。どう回っていこうかな。まずこう行って、あ、やった。左だな。で、まっすぐ下に向かっていく感じかい。止まっとくか。来た。あ、けどあれでしょ、俺ぶっ飛ばしカード持ってるから全然もないでしょ。あ、変化球覚えるってことなんだ。待って、俺これ下行った途端にさ、宝箱の位置変わっちゃうよね。あ、今日プロがいっぱい集まったぞ。お、出会えた。いや、あのプロと喋りたい。
かっこいい。いいね。あの野球マンに出会ったらなんかもらえたりする？はい。スピリッツが浄化された感じがした。あの宝はちょっと諦めよっか。宝諦めるか。どうだろう。頑張っていいのかな。ちょっと怖いね。だいぶ回るもんね。ぐるっとね。第5ステージ行くこと優先した方がいい気すんな。優先しよう。はい。いやこれ確かアイテムないとステージ6行けなかったと思うんだよな。まあスタミナはいっぱいあるから、体力がいっぱいあるから。またシャッフルだ。いや、まっすぐ行くか。全然いいだろう。ぶっ飛ばしカードあるもんね、俺ね。選手データでカード見れる？どこで見れるの？持ち手の、持ちカード。多分大丈夫だと思う。またシャッフルかかるのか。まあ、しゃあないね。ね、話そうよ。あ、来た。いや、大丈夫でしょ。球速伸ばしてえけどな。めっちゃ怖いね、真後ろにいられるのも。かっこいい。いいね、かっこいい、ヒーローっぽい。いや、この宝行くしかねえな。そっか。あ、ちょっと待てよ。まだスタミナなんだ。ここでハテナ、なんか危ない危ない、終了。あー、やっぱりあれなんだ、アイテムないと6ステージ目いけないのか。持ってないもんな、そんなのな、俺な。これアップでいけんでしょ。じゃあ野球マン3号にするか、今出会ったし。あ、カレンちゃんもいいな。個人的にね、好きなのはね、あのクイーン心好きなんだよね俺。これ1万円するやつ買った、1万ポイントするやつ買った。お金ないのに。今栄冠やってるからさ、栄冠にお金使わなきゃいけないのにさ、クイーン心ちゃん可愛いからさ買っちゃった。じゃあ野球マン3号にするわ。登場シーンつけてあげよう。かっこいいじゃん。かっこいいかっこいい。はい。あ、なんか勝手に抑えになってる。
や160キロ作りたかったな、はい、もしよろしければダウンロードしてください。使い道わかんない選手だけどダウンロードしてください。コントロールはいいから、カーブもいいもん投げれるから、はい、いや作りたいな160キロピッチャーなんてか。第6ステージ行きたいのよ。アイテムかい、サクセスとかのなんかパワープロショップ、でアイテム買えばいいのかな。それかあれかな、なんかオンラインにつないでる状態でスペシャルじゃないよね。あ違う、あこれだ、サクサクセスのあこれ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 1万8000もすんの、きついね。あてか何、大丈夫博士って出るんだ、サクサクセスで。それすら知らなかった。え世界旅行めっちゃ楽しそう、めっちゃ世界旅行行きたいよえ知らない知らない、てか俺もう1万持ってんだ。えてか1万8000円でしょ、え超高いじゃん。なんかこういういいやつと同等の値段ってことはめっちゃいい感じなんじゃないの。ちょっとまたやろうぜ、またサクセスやりたいわ。はい、まあとりあえず終わりますか。残り12キロ届かずでしたね。はい、また作るから、頑張るから俺、160キロピッチャーでなんとか作るからな。はい、では終わります。終わり、さよなら。勝負か。